モスクッキングってね、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、サバの水煮缶買ってきましたーってことでね、これでね、まあ何やろうかなと思うんですけど、なんかね、ちょっと、最近ちょっとね、糖尿の方でちょっとお医者さんに言われて、まあお酒も控えて少し健康に特化した食事しなさいよっていうことで指導を受けたんで、ちょっと今日はね、健康になるような食事作ろうと思います。ってことで、僕がね、調べた結果ですね、免疫力上げたり、そういうのにすごくいいのは、このサバ缶、納豆、そんでもって味噌汁。で、これはね、胃腸をものすごく活性化させて、で、そのサバとかにの青魚の油っていうのがすごく血をサラサラにしてくれる効果ですね。なんで、それを全部もう組み合わせて一食作ろうかな。一食っていうか、定食みたいにね、やっていこうかなと思います。じゃあ、早速やっていきたいと思います。よし、じゃあさ、今日の材料説明いきます。今日ね、このまあご飯まあちょっとなかったんでこれで代用しますね。普通に炊きたてご飯用意してください。あとは納豆一つね、でサバ缶一缶で卵一個、味噌汁もつくんでこれおいなりさんちょっと1本ぐらいかな、キャベツ適量で長ネギと、で彩りでこっち青ネギね、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。よし、今日は超健康食やりますよ。じゃあ早速やっていきますか。まあね、すごく簡単だからまずはこれご飯ね。まあ味噌汁作るからそれに合わせて、でまあね、ぶっちゃけこれが一番健康にいいんじゃないかなっていうのを考えてみます。でまあまずね、ネギか、ネギちょほんの少し半分ぐらいでいいかな。白ネギね、まあ青ネギでもいいんだけど、まあ、白ネギの方が味がねはっきり出るんで、でこういう感じで、まあ、ちょっとこうネギね刻んでおきます。そしたら、まず、このサバ缶。よいしょ。で、これをね、小鍋にね、まず汁入れちゃいます。よし。このまあね、汁がまた美味しいので、ここにね、まあその栄養素のあれが入ってるんで、これ捨てる手はないのでね。で、納豆。納豆はこうやって開けたら、これをね、こうやってフィルムをこうやって持って、で、こうやって引っ張ると、まあ、納豆がこう、うまく取れますよみたいな裏合わせありますね。でこれ でこのままね、普段はこう混ぜちゃうんだけど、今日はこのサバと合わせるんでこの入れ物に入れます。もうね、とにかくサバ、納豆、味噌汁っていうのがものすごく健康にいいらしいんですよね。でこれしっかり混ぜてね。で、まあ、ここで、まあ、納豆のタレも入れちゃいます。よいしょ、はい、からしもね、よいしょと。そしてはい、ネギバン入れて、そしたらね、これをねしっかり混ぜます。まあとにかく納豆はね、ある程度しっかり混ぜた方がいいらしいですよ、うん、でこれ、あそうだ、これやりながらね、時間もロスだから、この汁に味噌汁作っていきます。このサバの汁に、はい、水 300cc で、ポン出し、これ小さじなんですけど1/8。そこにね、今日はね、このざく切りに切ったキャベツね、キャベツ、油揚げ、はい、パン入れます。はい、はい、あとね、納豆ご飯にするわけなんだけど、その最後黄身をね、黄身だけをこう使いたいんで、黄身だけにってね。でこのいつもやるけど、これを黄身をご飯の方にのっけるので、これ でこうやってチュルンってこうやっとくと、はい、こうやってこう黄身だけ取れるから、はい、でこれはご飯の上にのっければね。でこっちは白身は味噌汁に使います。はい、はい、そしたらね、これ 300cc 入ってるんじゃないですか。で本だし1/8ね入って、味噌ね、どんな味噌を使ってもいいんですけど、まあ僕これ好きで使ってるんですよ、料亭の味ね。でこれを 30g、 はい、これでこう溶かしていきます。これでこれでね、大体こう味噌汁の味決まりましたと。そしたらこれで最後にね、この白身もったいないじゃないですか。でこれを味噌汁にすると無駄なくね、摂取できますよってことなんですね。はい、そしたら沸いてきたところにこの白身、よいしょ、はい、はい、で白身も入ったキャベツ油揚げの味噌汁完成です。そしたらね、こんな感じでしっかりね混ぜて、でこう粘りが出たところで、まあサバね、お好きなだけ、ここも一缶使っちゃってもいいですし、半分ぐらいでも全然いいと思うのでね、
こうやってこう。まあね、1人前だったらこれ半分ぐらいでいいかな。そうするとね、これラップして取っとけば2回分できますから。そしたらこれを軽くこう混ぜながら、こういう感じで。これでサバ納豆の完成でございます。ほんの少しお醤油入れて。納豆だけじゃなくてサバがちょっと入ってる分、少しね、味が薄くなってるんで、ここで少し醤油で補填してあげて、これでグリ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 。はい、でご飯があってね、これでね、もう栄養満点のサバ納豆の完成です。はい、そしたらね、はい、今レンチンしたてのね、あっちあっちのご飯ね、これに今ね作ったこのサバ納豆をたっぷりぶっかけます。おー、美味しそうだね。はい、そしたら周りにね、この彩りと香りで青ネギたっぷりこうぶっかけて、あ、香りがいいな、青ネギで。よし、こんな感じで、でこれを真ん中にポコッと乗っけてあげて、わい、おいしそう。そしたら、はい、サバ缶の汁入りの、ね、白身入り味噌汁、たっぷり具沢山のね、よいしょ、わい、おいしそう、たっぷり。はい、そしたらあとおしんこなんか添えて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単免疫力アップのサバ納豆定食の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね食べてみたいと思います。こんな感じ、これだよ、サバ納豆。これは美味しそうだね、いい出来よ。ほんで待って、これね、このサバ缶エキス入りのね、味噌汁、これを飲めばもうバッチリですよーだ。ってことで、じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハイタイムって行きたいんだけど、ちょっとね、休館日作ろうと思う。皆さん、僕ちゃん、やっぱりちょっともう健康に気を使う年頃になっちゃって、医者にも言われたんで、1週間に何回か休館日も作りますってことで、最近これにハマってんすよ、この R1。じゃじゃん。これもうずっとね、2週間以上もう飲んでるけど、かなり調子良くなってきてる。これ1日1本飲むのが大事らしくて、まあこういうような感じでね、ちょっと健康にドリンクでも飲みつつやっていきましょう。ということで今日はちょっと、いつもと違って R1 タイム。はい、皆さんお疲れ様でした。乾杯。おいしい。もう毎日楽しいってことで、もう健康になりましょうってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いや、いただきます。卵ですから、ビヨーン、こんなのも、いや、もうこれもうスタミナの塊じゃないこれ。これはめちゃめちゃ美味しいすごい美味しいよ、このサバ納豆。皆さんやってみてください。これ納豆はほら熱に弱いっていう話もあるし、これだったらね、そんなにご飯にかけるだけだから納豆菌も死なないだろうし、でこのなんて言ったってサバがめちゃくちゃ体にいいらしいんですよね。なんでサバ納豆っていうのが一番こう合理的な多分健康食じゃないかなと僕考えました。サバ納豆めちゃめちゃ美味しい。納豆好きな人はまずちょっとやってみてください。このサバと納豆の相性めちゃくちゃうまい。サバの生臭さも感じないし、いい相乗効果でこのいい味になってますね。でこの味噌汁ね、美味しい。待って、あー、いいね。この普通の味噌汁にサバの汁が入ってるから、すごいこう深い味がしますね。まあ無駄はないね、この食卓は。でちょいちょいこのおしんこなんかつまみながらねこのサバ納豆さえ覚えちゃえば皆さん無理なく健康になれますよこのサバ納豆めちゃくちゃ美味しい。これ初めてやったけど皆さん超おすすめです。ってことでね、今日のこの簡単料理、医者に言われたっていうのもあるんだけど、もう超健康志向の免疫力アップに特化しためちゃめちゃ健康になるサバ納豆とサバ缶の汁入りの味噌汁、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。